はい、どうもこんにちは、名人です。今回から新実況ということで、動物の森ハッピーホームデザイナーをやっていこうかなと思います。で、この動物の森じゃあ初めてなんでね、どんなことをやっていくのかっていうのも、若干ツイッターとかでは聞いてたんですけど、これが今までとは違うっていう形で、ね、とりあえず行きますか。タヌキハウジング、全くわかんないんだね、これ。お？これどういう設定や？あ、オッケー。入社。これがな、会社の社長か誰かが？なんか、今日新しい人が入社する日なんだもん。だもん。もうすぐ来る時間、もう一度履歴書にプロフィール確認しとくの。あ、なるほど。ってことは、こっちサイドが新入社員側ってことかな？あー、ぽいな、もう。社長ったら忘れちゃったの、しっかりしてくださいよ。ほんで、このタヌキが社長ね。はいはいはい、オッケー。まあもちろん。お、これ名前呼んでくれる？もう一回行こう。この、伸ばしたらどうなるの？伸ばしを。伸ばしを。これ、すげえぞ。みじん。あ、オッケーオッケー。まあいいや。E の方がいい？ここはでも E で行っとこう。間違えちゃった。これで OK ね。もう何言っとくか分からへんけどな。OK。名人ですね、これ。まったく。たぬきちが社長で、まあ、僕が、新入社員と、ど忘れね。人は？ああ、男ですね、これ。男の人だったかな？間違いない。うん、男の人だもん。間違いないだなもん。間違いないんだなもん。読みづらいな、これ。メジ君、顔も設定できるん。すごいな、これ。はあ。これか。あ、なるほど。はあ。なんか、いい感じのやつ、いい感じのやつないんかな。これなんかもう、このゲーム面白そうやな、これ、ほんまに。もうそういう予感がしてますよ。これどれが、いい感じのやつないんか、なんか。あ、目の色変えれるやん、これ。すげえな。あ、こっちが肌の色ね。目の色なんとなく青にしよう。どれが一番かっこいい？ほら。パッチリ、パッチリお目目すぎるな、これちょっとな。このちょっと左下向いとる感じのやつでいこうか。まあ、肌の色は、あ、これでいこう。髪型変えれる。ああ、なるほどね、髪型。よく買ってあるな、これ。すんごいな。種類がめっちゃある。この辺のやつで。髪の毛はまあ黒で、青かな、青。いや、まあ黒でいいか。これはまあ黒で。多分これ一生変えられへんのかな、もしかしたら。この目が青っていうのも、まあ、いつか後悔するかもしれんけど。まあ、これでいいかな。決定。こんな顔だったかな。まあ、これでいいでしょう。はは。よーし、完璧に思い出しただなも。オッケーオッケーオッケー。もうすぐ来ますよ。てか、このたぬきち、目青やったんや。かぶってもだな、まさかの。さあ、これから朝礼でみんなに紹介するだなも。行きましょう、朝礼ね。この会社4人です、これ、まず。この人が新入社員の名人くんだなも。はいはい。左から？ほんま？
普通の名前やな、なんかかかっとんのこれ。まあ、前か。本間さん。どうもどうも、よろしくお願いしますね。喋り方も普通。ベテラン社員ね。あかんやん。まあ、たまにそういう会社でおるけどな、ベテランすぎても何したんかわからへんっていうの。前昔もおったけど、次、ケントくん。これも普通やな、名前。おぉ。おぉ。右のやつ恋してますよ、これ。熱血的な感じがな、若いけど。熱意だけはですね、これね。ここ中、要注意ですね、熱意だけはっていうのね。たくみさん？たくみさん？あ、よろしくね。これ一応なんか言っとんかな、この通りに。インテリアコーディネーターから設計まで何でも、一人でこんなすごい人なんだもん。多分言っとんやけども、よくわからへんよな。明治軍の、教育係ね。はいはい、オッケーオッケーオッケー。というわけで、僕は忙しいから。俺は終わります。早かったです。で、社員は4人。左から、本間くんやったっけな。本間たぬきち。あー、熱血くん忘れた名前。で、これが匠。じゃあまあ、接待ゴルフ、いってらっしゃい。よろしく。早いな、仕事。インテリアコーディネート。理想の空間はイメージに沿って家具を置いて部屋を飾り立てる。オッケー。超簡単に言えばね。新人研修の会場。何？お、なんかくれた。制服？ああ、このみんな着たやつか、赤い。赤か。制服ね。オッケーです。おー、ポケットに入れたぞ。斬新。これは今一応走れるんかな？ B ボタンで走るね、これ。とりあえず2階で。更衣室？そっか。オッケー。おー。よし。で、1階に降りますと。もちゃ、あさってみるか、これ。使い方がわからないな。全部そのパターンかな、これ。あ。ゲームね、あれ。パソコンか。勝手に開けるのよくない。よくないな。開けちゃったよ。あ、これ手洗う。なんか何しようこれ。引っ張りようぞ、なんか。引っ張って押して、引っ張って押して。めちゃくちゃやな。お、そうだ。だけど、これ、あれちゃん。散髪に置いてあるパーマとか当てるやつやろ、俺、絶対。なんでこんなとこにあんねん。まあ、一回降りて、たくみさんのとこ行きましょう。はい。ありがとうございます。わかりました。もう、多少のおしゃれはオッケーね。ん？どういう顔や、あれは。謎がいっぱい。おお。さあ、検証始めるわよ。実際の人が検証。はい、わかりました。女性で、ここに住むお客様は女性で可愛らしいものが好きだから、ラブリーな感じ？まず目の前に置いてある段ボール開けちゃいましょう。ワンタッチ、タッチペンですね、これ多分。下の画面の、ラブリーな感じ？これはな、これ電気ね。おぉ！そうそう、お客さんの好きです。はい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 。じゃあ、このソファは実際変。向きの変え方。まあ、こういうとこ大事ですよね、これね。下画面のブロックをちゃんと軽くタッチすると少しずつ。ん？タッチ。あー、なるほど。90度回転？ 90 度か。90度回転するってことね。動かし方。
あ、はいはいはい。まあ、ソファー出ちゃいますか。おお、強制的に戻ってきた。はい。まあ呼べないですかね。ソファー一つじゃ。タヌキ、あー、葉っぱのマークね。家具のカタログ？はい。あ、これ。おー、すげえ。これもう、風呂とか一緒にできてもんよ。でもソファーあったら、まあ次はテーブルかな？ラブリーな感じってことはこのピンクか。はい、来た。空間全体をコーディネートする。それこそが我々プロの仕事なの。壁にかける家具のカタログなんかもある。すんごいマークね。あ、この横、右横。ラブリーやからこれやな。なるほど。これを選ぶってわけね。そうそうでしょ。壁紙と床を張り替えてみましょう。選び終わったら B を押すかカタログに、戻るボタンをタッチしてカタログを閉じてちょうだいね。この今度は一番左ですね、これ。はあ、なるほど。壁紙まず、ラブリーって言えば、これしかないだろ。あの子戻って。おお、やっぱり髪。変わりましたね、かなりね。床にラグを敷いて。床変えなあかんかったな。まあ、こっちの方があったのかな。で、今度はまあ、これね。おお。これか。L サイズ。まあ、ここは普通の M サイズで行ってきましょうよ。おー、すげえ。でかいな、M。ごっつでかいな、M サイズでも。お。そう仕上げ。ってことは、これでチュートリアル的な感じのやつは終わりですかね。ここから自由にね。バインダーにまとめてあるから。はい。個人土地で一度選んだ家具を、どけたくなった場合は？はい。最後に、十字ボタンで、はい。ってなわけで、明治軍。ラブリーな空間ね、ここは。お客様の役をするから。ああ、はい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 。オッケー。なるほどね。変えられるね、これ。強制的にどかすこともできるんですね、これね。で？あ、これ要望。あ、オッケー。ラブリーな感じでね、これ。おー、また出てきた。すっごい。もうちょい回転させて、今度は、こっちにね、もう置いときましょうね、これね。はあ、入り口がでもこっちやから。じゃ、これを真ん中にすると。言うとけど。これでもあかんな。もう一個付け置いて、これを、ちょ、もう、これ捨てよう、一回。んで、この、時計とか、動かせないパターンですかね、もしかして。ラブリーな感じやから、ラブリーね、照明とかも、ああ、なんかこういうの、こういうの良さそうやな。これ、端っこに置いとくだけで、なんか、ね、ちょっと、これは何やったっけ？あ、時計ね、時計はまああるんで、あと何やろ、鏡。いいっす、これは。ミスターこれじゃない、これ必須なんで、あ、オッケー、こうね。ほんでもってこっちに椅子いるか、
でもすごいリアルになってきた。これで、まあ、これで化粧ができると。で、この左の空いた空間にベッドを置こう、もう。ベッドでかいな。これ、まあ、上が北なんかな？北枕はダメなんでね、これ。まあ、こうでいいか。もうこれでいいっしょ。すっごい、うん、いいのかわからんけど、とりあえず、ラブリーなお家、部屋、完成。ってことで話しかけましょう。あ、もうできたの？できました！へぇ、やるじゃない。チェックとかあるん？マジで？これ大丈夫？この部屋。お？ラブリーな感じで。ん？おお、もうこの部屋すごいぞ、これ。すんごいラブリーや。ただただもうラブリーでしかない、これは。いや、いいね、これ。いいね。この、ハートの絨毯をもうちょい上にしたかったな。これ真ん中に持ってきとったら完璧やったな。でもこれいいでしょう。このポイントは右下のあれね。本立てね。本立てっていうのかわからんけど。すごい素敵じゃない。あなたが暮らすんですかこれは。まさかの？てんてんてん、あ。おー、なるほど。やっぱそうやったか。最近引っ越したばっかなんだけど、バタバタしてるもんだから。地べたで、めっちゃ笑っとるやん。オッケーオッケー。研修合格。会社に戻ろう。よっしゃ。こっからどうすんや。さてと、今日は一日お疲れ様。まあ全然、これ向いてないかもってどうなるんや。ゲームオーバーとかここで。まあもうお任せください。さすが。まあね。ありがとうございます。まあまあ、いろんな部屋をコーディネートしていくんですね。まあ、ハッピーホームデザイナーなんで。ちょっとインテリアの相談に来られるお客様がいるから。マジで。早くないっすか？研修終わりの次の日で、速攻担当って早くないっすか？ちょっと。日報に今日のお仕事を記録してたのに。まあ、これがセーブね。行きましょう。なんで左見て歩いてるんですか？あ、一番奥。はい。一歩書いてから来たく。基本中の基本だからちゃんと覚えておくこと。お疲れ。日報とは？あなたのデスクで日報を書くと、それまで、あ、はい、はい、やっぱセーブね、これ。次の仕事するなら続ける。一旦ゲームを終了する場合はやめる。OK。Good。オッケー、これで、日報を書きましょう。これ一日一日なんか、すごいよな。セーブしました。おー。動物の森ハッピーホームデザイナーには、プレイデータを任天堂に送信する機能があります。はい。はい。します。このゲームがより良くなるならば、しましょう。OK。はい。おー、マジでありがたい。データの収集にご協力いただき、コンパクトか。続けます。もうちょいやりますか。実際一日やってみて、かな、次の日の仕事を。はい、おはようございまーす。おおー。ちょ、待って、客来るの早くないですか？
マジで。キャラメル様。はい。この者が担当させていただきます。さあ、名人くん。はい。キャラメルってことは甘い感じでいくんかな？名人さん、はい。キャラメルくん。キャラメルさん。マイホーム持つなんて、つい先。はい。破格の物件？はいはいはい。はい、おー、おめでとうございます。これすごいね、選択肢もあるね、ちゃんと。これはおめでとうございますやな。照れてるやん、これ。だけどまだ本当に買ったばかりなので、はいはい、コーディネーターね。最低限のもの、本が大好き、本に囲まれた暮らし、はいはいはい。おぉ、一個だけ。これ多分、日が経っていくごとに、この希望イメージっていうのが、増えていくんかな、もしかしたら。で、どんどん難しくなっていくと。どうにかなりそうでしょうか。お任せください。本に囲まれた暮らしね。よかった。この匠はいつまでおるんや。ほう。お任せくださいよ、これは。オッケー、いっちゃいましょう。おー。何のガッツポーズやったね、あれは。まあ、行きましょうか。本に囲まれた生活。お！すでになんかあるぞ、三つ。新しい家具。はーい、まあ。オッケーです。とりあえずこれ割って。はいはいはい。この本はここ確実でしょうね。これなんなんや。これでも本を地べたに置くっていうのはいまいち良くないんで。まあ、正直これは、こっちから音楽をもう、部屋全体にね。こっちも移動できる。こっちも移動できる。これすげえな。顔がすげえ、顔がすげえ、おい。んで、ほんで、検索機能について、ほう。このメニューで新しく追加された家具をチェックしたり、いろんな名前で家具検索。はい。リクエストにちなんで家具が、あはいはいはい。めっちゃ追加されてない？なんか。すごいな。でもいいでしょ。本なんで、本棚、これっぽい。やから、ああ、なるほど。本か。机の上に本置きたいんやけど。これは、おお、置けるね、置けるね。置けるね。なるほど。あ、これ、どっちでもいけるパターン。最高じゃないか。んで、ここに、まあ、あれがあるから、これいいな。一旦これいいな。んで、音楽、なるほどね。一回、まあ、これ置いとこう、一回ね。でも、こういうのは大事だからもう。んで、時計、もうこれ必要っしょ。拍手してくれた。ありがとう。なにこれ。これ音楽？ん？うお、ハート。いいね。いいね。好感度アップよ、これは。ほんで、こっから大事。まず、机が必要。椅子か。本。ミックスウッドのベンチ、ナチュラルベンチ。いやー、これじゃないな、なんか違うな。これか。でもこれ寝れるやつもいいね、これ。カウチ。
やっぱこの部屋にはこれが最適かな。おい。ほんで、これを、こう向きに置いて、ここからもう正直センスやからな、これ。ほんで、センスがあんまないからな。机がいると。机どこ行った？机は、これ。これを置こう。ここに置く。ほんで、ほんで、こっから、こっから。やっぱ照明必要なんで、これは。本読むためには照明必要。違う。これを置こう、ここに。いや、これ邪魔やな。こっちからの方がいいな。これで、手元、本読みやすくすると目が悪くならないっていうね。で、持って、まあ、本に、本が溢れた生活。本棚ばっか。めっちゃあるぞ、これ。すげえ。こんな、めっちゃあるやん。やば。やば。やば、これ決めれへんわ。マジで。でも、本棚やから、これいっとこう。ほんで、この上に本も置いとくと。ほんで、ちょっとなんか真ん中、この辺が、なんか寂しいから、ここになんか、一つね。いやでも、ちょっと邪魔になるんか。いやでもまあまあ大丈夫大丈夫。なんとかなるさ。はあ、なるほどね。木とかも、木とかも置いといたら、なんかおしゃれっぽいね。おしゃれっぽいね、これは、もう。これ逆の方がいいか。もうおしゃれっぽいね、これ。もうこれいいでしょう。本もあるし、ねえ、OK じゃないですか？はい、すいません。お疲れ様です、メイジさん。ワン、完成しましたよ。本当ですか？とうとう、完成しました。ウェイ。まあ、こっから、お茶の中拝見。本に囲まれた暮らし。これいけるかな？キャラメル様、本に囲まれた暮らし。おぉ、ええんちゃう？向こう側は音楽が聞けて、こっち側には本がたくさんあるっていうね。はい。写真いただきました。写真撮っていきましょう、どんどん。どんどんっていうか、一つのミッションで一枚撮っていきましょう、これ。記録として。あ、呼んでますね、これ。夢中。この音楽もいいな、これ。また。おぉ、もう、でもまあ、あえて言うなら、真ん中が右側に座ってほしいな、これ。ちょ、照明がね、これね。どう、これ。これどうよ。どんな感じよ。いい感じじゃない、これ。わ、嬉しいです。オッケー、来た。ワン。イェーイ、パチパチパチ。新しいアクション、ハッピー。アクションとか、あるんや。ああ。セーブ中。お。あ、おかえり。めっちゃ喜んどったよ。やばかったよ、もう。完璧っすわ。入社2日目にしても、このセンス。やばいな。アクション。ああ。ハッピーとかそういうやつでしょ。そう。喜怒哀楽いろんな感情を覚えることがあると思う。すでに覚えとると思うけどな。最低でも18歳やからな、今。
まあまあ、センスありありですから。お、アガティ。はい、すいません。それ、はい、まだ忘れてないです。じゃあ、お疲れー。はい、お疲れー。オッケー。あれ？オッケーオッケー。上がりましょう、今日は。はい。ということでね、なんか、いい感じですね、これ。オッケー。まあ、今回はやめますもんね。ぷんぷん。どうなるんや。たぬきハウジング。トゥ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 ー。おー。これはでもすごいな、なんか。なんか、今までのやつがどんな感じやったかわからんけど。なんか、今回のやつは、今回のやつっていうか、これに関してはなんか、結構やり込みもあるっぽいんでね、どんどん続けれ、やっていけそうですね、これは。というわけで、今回から、ね、動物の森、ハッピーホームデザイナーを、まあ、実況、まあ、一人でその実況、ということで、していくということで。まあ、これがどこで終わって、いつまで続くんかっていうのがわかんないんで、まあ、あと何本出るかっていうのわかんないんですけど、まあ、ストーリー的なやつがあるんかな、感じでいくと。なんで、まあ、とりあえず、なんか、それが終わるまで、最低でも、ま、やっていこうと思います。というわけで、今回はこれで終わって、また次回からも、やっていきたいと思います。ありがとうございました。